トミホくん新山ひろしくんが奄美大島の離島加計呂麻島を旅します。ドローンで人を探したり、あ、手振ってる、美味しいご飯を食べたり、人生初の流飛体験もするんだって。現代社会では忘れかけていた大切なものを教わりました。私も行きたかったなぁ。